製造当時の黒4 9 0 0に、正面の連結器は自動連結器で微灯ワイ全小灯とホイッスルが幕板に設置されている。側面は倉庫に東急体が上空扉横に東急表記が入っている。1935年32系電車は1930年から1932年にかけて日本国有鉄道の前身である。 鉄道省が横須賀線向けに導入した2、扉クロスシートの休憩電車を便宜的に総称したものである。この32系は模波32系、サロ45系、サロ波46系、クハ47型、サハ48系、クロ49系の6系式111両からなるが、サロ波46系、 サハ48型は1934年から1937年にかけて、京阪神地区急行電車用にも製造されており、これらについては、国鉄42系電車及び、国鉄52系電車を参照。横須賀線は、海軍の陳府が置かれた、軍港都市、横須賀、陸軍の東京湾要塞の沿岸砲台一つである、観音崎砲台。 敵軍の上陸想定地点の一つである長江への輸送を目的として、陸海両軍の要請により建設された路線であり、軍事的な重要路線とされたため、早くから伏線化などの整備が実施されて、1924年12月25日には、当時の終点であった横須賀までの伏線化が完了していた。また、1922年には、東海道本線、 東京小田原間と共に電化工事が着手され、翌年の関東大震災により一時中断したものの、翌1924年4月に工事を再開し、1925年7月に工事が完成。同年12月13日から電気機関車牽引による客車列車の運転が開始された。しかし、その後沿線人口が年々増加して、輸送量も増え、それに伴う、 列車本数の増大により、電車の導入が有利であるとされ、さらに、1930年に開業した湘南電気鉄道への対策もあることから、横須賀線列車の電車への地下上が計画され、導入された電車が本港で延べる32系である。横須賀線の電車運転は1930年3月15日から開始されたが、32系電車の導入が間に合わなかったため、 当初は、中央線や京浜線から捻出したモハ両、モハ30系33両、ハ三31系18両、クハ15系16両、サハ二25系14両、サハ三36系3両、サロ18系17両の、計101両を使用し、基本編成は6両、増結編成は3両の編成であった。その後、 32系電車系111両が1931年2月から、田町電車庫に配置されて4月1日から運転を開始し、以後約1年後の1932年7月に、従来の電車を置き換え、1931年10月1日改正のダイヤでは、東京横須賀間58分で44往復が運転された。なお、郵便、荷物、 三等号作り車は32系導入後も、引き続き30系のもはゆに30系四両が32系と共に使用された後、1935年には42系のもはゆに44型5両を導入して、これを置き換え、さらに1943年には51系のもはゆに61系四両を増備した。また、 1931年度予算で製造された黒49系導入までの間は、後続の五乗用客車のナイロフ2550を電車に並結して運行している。本系列の計画にあたっては、東京横須賀間 62.4km という、当時の商船としては、例の内長距離を運転する電車となることから、座席定員を極力多く確保するため、 東京小田原間の電化に対応するために1922年から製造された43,200系に引き続いて三等車も片側に扉とした。また、客用扉を極力車端に寄せてその間にボックスシートを配置した構造としたが、上空扉付近の混雑緩和と途平機械の設置のため、客車のような車体の両端に出入り台を有する構造ではなく、 客用扉を客室内に配置して、扉と車端との間に窓及びロングシートを配置している。また、東京鉄道局管内の電車では初めて、車端部に貫通補ロと引き戸を装備し、基本的に同型車だけで統一された編成を組むなど、従来の小電灯は一線を画するものとなった。本系列のもう一つの特徴は、車体を延長して、 座席定員を確保するために付随者と制御者に、省電としては初めて20メートル級車体を採用したことである。20メートル級車体は、木造客車では1910年以降導入された鉄道員基本計客車などから採用されていたが、本系列ではスハ32系で使用されている中、量に、 溝傾向を用いた誘拐22台枠の構造を踏襲した誘拐23台枠を用いている。一方で、電動車は従来通りの17メートル級車体とした。これは、主電動機を当時の標準品である100キロワットの MT15 系、主電動機のままとしたため、引っ張り力を考慮して17メートルのままとしたもので、ある。 大枠は31系のモハ31型と同じく1930年度製の32001から32032は重量を後半と山形港で組み立てた魚服系の UF-20 を用い、1931年度製の32023から32045から中量に溝傾向を使用した誘拐24に移行した。車体の外観は31系に類似し、 側面窓の天気寸法や床面からの高さは同型と同一でそれぞれ 870mm と 800mm である。雨マドも31系と同じく車両限界の関係から初期に製造された車両と同様に取り付けられなかったが、1929年8月の国有鉄道建設規定の制定による車両限界の拡大に応じて造備車から取り付けられ、 それ以前の製造分についても後に取り付けられた。前面の屋根と車体の境界部も同じく31、系と同様に直線となっており、前消灯が幕板部に取り付けられ、その横の運転台窓上にはホイッスルが設置されていた。また、製造当初より、微灯は赤色一等のみ装備、側面倉下の等級帯は二等車のみの表記であった。 連結面は31系までの内開きの貫通扉、貫通ホロなしの構成から、片引き戸の貫通扉、貫通ホロ付けとなり、2等車はつま窓が設置されていないが、3等車にはつま窓が設置されていた。側面窓は2段上昇式で、窓配置は3等車は客用扉間のボックススシート部に、幅 600mm のものが1ボックスあたり2箇所ずつ。 配置され、客用扉の車体中央側の飛ぶ黒窓と、連結面側の窓は幅 600mm の窓が1箇所ずつの配置となっている。一方、二等車の側面窓は、客用扉間のボックスシート部は、幅 700mm のものが1ボックスあたり2箇所1組ずつで配置され、 客用扉車体中央側及び連結面側の窓も幅 700mm で2箇所1組のものを配置しており、そのうち客用扉車体中央側1箇所が戸袋窓となっている。三等車の室内は連結面側車端部及び客用扉の車体中央側の窓1箇所分がロングシート、その他の箇所がボックスシートの配置となっている。ロングシートは 背すりを含む奥行きが 480mm、ボックスシートのシートピッチは43200系や、お三31系の 1300mm より広く、すは32系の 1455mm より、若干狭い 1400mm、背すりを含む奥行きは 450mm、座面は布張りのクッション、背すりは板張りである。二等車の室内は、 連結面側車端部及び客用扉の車体中央側の窓2箇所分がロングシート、その他の箇所がクロスシートの配置となっている。ロングシートは、背すりを含む奥行きが 610mm、ボックスシートのシートピッチは43200系の 1700mm より若干広く、スハ32系の 1980mm より狭い。 31系と同じ 1760mm、セスリを含む奥行きは 600mm で、ボックスシートの横幅は31系の 965mm から 980mm に若干拡大されている。また、2等室の座席は、セスリ、座面ともに布張りのクッションとなっている。このほか、2等車、3等車とも、 上高扉は幅 1100mm の型回避で、床面には肺結核予防規則に基づく短壺が、ロングシート部の天井には、吊り革が設置されていたほか、4万3 2 0 0系では、左派43500型に設置されていた便所と、洗面所は 32K では、貴賓車の黒49型を除き、製造当初には設置されていない。 運転室内の機器配置は以下の通り。モハ三32系の主制御器は31系と同じ、電磁空気加無軸式、直列5段、並列4段の主制御器に、本形式より、新たに、芝浦製作所もしくは日立製作所製の CS9、弱め会時接触機を追加して並列弱め会、G1 段としている、もしくは日立製作所製の CS3 であり、 その後1932年度製作の車両より、芝浦、日立共通設計の CS5 が搭載されている。主管制御機は MC1A、主電動機は鉄道省と製造各メーカーの共同設計による MT15 系を高速運転に備えて新たに、弱め回示率を70%とした MT15A を4機搭載している。 歯車比は高速運転に備え3 1系の2.52から変更して2.26とし、70%弱め開時時の低角速度時速5 6トル牽引力2 6 5 k n となっているほか、歯車や歯車箱を防音しようとしている。このほか、パンタグラフは1916年度から1931年度に製作された車両に搭載されている PS2 を 電動発電機は本形式から新たに採用された出力1 0 0 v 2ットのメガ MHz49DM28 を電動空気圧縮機はメガ MHz16BA 計算をそれぞれも波32型に一機ずつ搭載している。ブレーキ装置は 80K 以前の国鉄電車で使用されていた A 動差弁に常用、非常の各ブレーキ作用を促進するための電磁と出弁を 組み合わせた AE 式電磁空気ブレーキとし床下に A 動作弁と電磁都出弁及び 356-250V 制動灯もしくは 305-250V 制動灯を運転室内に ME23 制動弁を装備した。また運転室付けの車両は手ブレーキ装置を装備している。連結器は製造当初は自動連結器であったが 連結器有感解消のため当初から密着連結器の採用を見越していた。電気連結器は、低圧引き通りは、自動連結器の山側に制御用のものと、自動扉、ブレーキ用のものを一箇所ずつ、同じく海側には制御用のもの一箇所を設置し、高圧引き通りは単身ものを自動連結器の海側に一箇所設置しており、低圧引き通用は7芯の家50。 高圧引き通用は男子の形位置を使用している。なお、下り向き車、上り向き車とも床下機器配置は同一のまま、方向転換して、電気連結器の位置のみを海側、山側変更した配置となっている。モハ三32型は TR22 を使用している。この台車は単造の釣り合い量と、側張りから吊り下げられた揺れ枕釣りを備える、イコライザー台車で、 軸距五は 2450mm、車輪径は 910mm である。30系電車の1928年造備車から採用され、それまでの TR14 からの変更点は以下の通り。区四47型、佐四48系、サロ45系、サロ四46型は TR23 を使用している。この台車は1929年から製造された。 スハ32系より採用されたペンシルバニア型と呼ばれる付随台車である。軸箱指示方式はペデスタル式で軸バネは軸箱上部にコイルバネ配置しており、枕バネ部は側枠中央部に単リンク式の揺れ枕釣りを下げてした揺れ枕と連結し、上揺れ枕とした揺れ枕の間に枕バネとして重ね板バネを配置する構成である。台車枠は 側張りは一体中高の軸羽根棒及び軸、箱盛りの上部を I 計工で、下部を平ら工で前後連結したものと、いずれも中高性の横張り、端張りを組み立てたものであるほか、ゆら枕は中高性、軸距は 2450mm で12、トン長軸を使用しており、車輪径は 860mm となっている。本系列の機関となる、制御電動車で、 1930年度予算で32両、1931年度予算で13両が製造された。編成構成の関係で32001から32013はすべて上り向き以降は奇数番号が上り、偶数番号が下り向きである。付随車の多形式と異なり、本形式は17メートル級車体で、 窓配置は DD1121D1 で、定員は100名となっており、扉間のボックスシートは片側6組で、そのスペースを確保するため前くらい側の客用扉が前に寄せられて、その分客室の運転室背面部が区派47、型と比べて 200mm 狭く、車体レイアウトは前後非対称である。基本編成用でに、扉ボックスシートの2等付随車で、 1930年度予算で10両、1931年度予算で3両が製造された。当初は基本編成用であったが、1935年頃、付属編成に移された。窓配置は2 d 2 2 2 2 2 2 2 2 d 2で、定員は72名、31系のサロ37、型を20メートル級に引き伸ばしたような形態である。 付属編成用の2等、3等号作り車で、1930年度予算で10両、1931年度予算で3両が製造された。当初は付属編成用であったが、1935年頃、基本編成に移された。サロ45型とサハ48型をつなぎ合わせたような形態である。窓配置は、2D222261D1 で、 定員は96名。付属編成用の3等制御車で、1930年度予算で重量が製造された。編成組成の関係で全車が下り向きである。20メートル級車体であるため、扉間のボックスシートはモハ32型より多い、片側8組である。窓配置は DD1161D1 で、定員は120名。 全室三頭付随者で、1930年度予算で18両、1931年度予算で10両が製造された。窓配置は 1D1161D1 で、定員は134名。後続の五乗用として1931年度予算で2両が製造された二等制御車で、2両とも下り向きである。本形式はそれまで使用されていた22000系。 木造客車の2550系、ナイロフ2550の代替として計画された車両である。横須賀線では後続が秘書に使用する葉山御用邸への往来や軍籍にある後続の横須賀軍港への往復といった貴賓車の需要があり、皇太子御常用には専用列車が仕立てられたが、本形式を使用したその他の後続の御常用列車は定期列車への並結とされたため、 運転台付きの制御車とされた。窓配置は D122D2222D2 で、室内の構成は一般車と大きく異なっており、運転室直後に特別室付随の便所と洗面室、その後くらいに全長3 9 0 0ト、mm、ルの特別室の配置で、この部分の外反腰板にはご文書を取り付け用の台座が設けられ、そこから後くらいは随範囲用の控室である。 特別室には、上校扉は設置されず、前くらい側の上校用扉を特別室直後の、随範囲控室に置き、この扉は、途中駅での開閉を行わないことから、ドアエンジンは設置せず手動扉とされた。特別室内は横幅 1750mm で、端部に肘掛けを設置した、ボックスシート2組を海側に寄せて設置しており、シートピッチは 1950mm。 座席の奥行きは 625mm で、側面窓は2等室のものと同じく幅 700mm のものを2箇所1組で配置しているほか、室内には折りたたみテーブルや扇風機を設置している。また、便所を山側、洗面室を海側に設置しており、便所内にはタオル棚、網棚、帽子係が、洗面室内には鏡、化粧品棚、コップ置き台、 水石鹸入れ、うがい水タンク、タオル棚、網棚、帽子係が設置されている。随範囲控え室内は、基本的にはサロ45型などの二等室と同一の、仕様であるが、後くらい側の上空扉の車体中央よりには、ロングシートが設置されずに、扉脇まで、ボックスシートとなっている点が異なっている。サハ4万五千4側面の、 高校膜閉塞アトホイッスルを1937年頃に大本に交換した。1929年から1931年にかけて開発が行われた柴田式密着連結機は横須賀線で実地試験が実施され、その後1935年1月18日から6月4日にかけて自動連結機から密着連結機への交換が実施された一方で、 1930年から横須賀線で柴田式密着連結下株に27芯の電気連結器を設置して実地試験を実施したが、こちらは予算の都合により実用化されていない。また、電気連結器は密着連結器の山側に低圧引き通用の毛50を3カ所、海側に高圧引き通用の毛1を1カ所の配置に改めている。 全小島を1936年以降に屋根上に移設した。横須賀線は長距離を運転することから、便所設置の要望が高まり、1935年に、電車では初めてサロハ46型とサハ48型に便所を取り付ける改造を実施することとなり、大井工場で施行された。便所は床下に水タンクを備え、圧縮空気の圧力で溶水する方式が、 初めて採用され、また、折り返し時間が短いため清掃時間が確保できない、電車向け便所用の装備として、便所引き戸の開閉に連動して、自動的に便器を洗浄する方式としたほか、便所床面清掃に使用する水用のコックを装備している。サロハ46型では、仕切りのある車体中央部の三等室側に便所を設置し、定員が91名となった。 合わせて、便所のない軽半新築用のサロハ46型と区別するために、形式称号をサロハ66型とした。サハ48型では、後くらい端に便所を設置し、便所台面のロングシートをボックスシートに改めており、定員は124名。当初基本編成に蘇生されていたサロ45型を付属編成に移し、サロハ66型を、 付属編成から基本編成に移すこととなったため、編成組成の関係で、1936年に大井工場でサロ4 5系2両に、半室三等室化と便所の取付改造を施行して、サロ波66型とした。外観に大きな変更はなく、便所取付部分の側窓2個の幅が600ミリメートルとなった程度であるが、室内は三等室が、 他のサロハ66型は、クロスシートが3ボックスの配置であるのに対しに、ボックスで、シートピッチも一部が 1545mm と、なるなど変則的なものとなり、その分扉横のロングシートの長さが 900mm 長い 2200mm となっており、定員は99名である。番号の進級対象は次の通り。なお、2両元となった。 サロ45系の補充として、京浜線で使用されていた31系のサロ37型の37001、37001が転用されている。この2両は、台車が TR21 であったことが特徴であるほか、転用にあたっては、貫通扉の引き戸かとホロの設置改造を実施している。32系の屋根状の通風機は、 ガーランド型を一列に配置するものであったが、室内の通風改善のために、1937年度から実施した特殊工事に合わせて、これを三列に増設する改造を施行した。約50両に対して改造が行われた後、1938年に戦時体制となったため改造は中止されたが、その後も室内天井に通風口を開ける工事は続行され、 形態的には、通風機3列、室内通風口3列、通風機1列、室内通風口3列、通風機1列、室内通風口1列の3種に分かれた。MT15A は、その後電気子軸の直径を 150mm から 155mm とした MT15C に改造されている。1940年に、 後期2600年を記念して開催される予定だった東京オリンピックに先立ち、商店の塗装変更が計画され、横須賀線では1938年に32、計の32024から48009から66009から32022及び32036から4810から6610から32025の4両に編成に、B 案と呼ばれる、 星板部がエビ茶色、窓周りがクリーム色の試験塗装が施行されたが、翌年には元に戻された。戦前、鉄道省時代の構成電車は、1932年以降に製造もしくは交代化された33系、40系以降の車両で、側面膜板部に方向膜が標準装備されたが、左派45004には方向膜閉塞跡があり、 製造時から加工年の改造によるものかは不明であるが30系、31系、32系の中では唯一の存在で試作的要素があったものと推察される。戦時体制となった後も横須賀に軍港があった関係で損置されていた横須賀線の二等車も1944年4月1日に廃止されることとなり合わせて 横須賀線電車の扉増設とロングシート化も計画された。モハ三32型は、波数比はそのままで、車体中央部に客用扉を1箇所増設して3扉化、サロ45系、クハ四47型、サハ48系、サロ六66型は扉を2箇所増設して4扉化する計画であった。しかし、太平洋戦争の戦局悪化及び、 横須賀線での二等車の再開に伴い、全車が改造されたのは、サロ六66型のみで、サロ45系、クハ47型は一部の未試行、モハ32系、サハ48型は一両の改造もないまま、計画は中止された。未改造のまま残存した車両も、1943年には、室内の手すりなどの金属部分を撤去、回収したほか、 横須賀線では1944年から混雑対策の座席撤去工事としてロングシート化、クロスシートロングシート併設化などが施行され、戦後になってもクロスシートの間引きなどを含めた改造が継続されたが、1948年5月頃からは撤去された座席の整備の一環としても、波32系の全ロングシート化が進められた。一方で空襲の激化に伴い、 二等車のまま残ったサロ45系五両の横須賀よりに防弾のため周囲を後半で覆った特別室を設置した。サロ六66型は二等車廃止によって三等車代用となったが、その後1944年度中に全車を大井後期部で通勤型に改造してサハ78型に形式変更し、 番号を同形式の申請者に続く78009から78023とした。なお、この際に便所が撤去されたほか、旧サロ波46系の78009から78021の窓配置は、2 d 2 1 d に2 d 1 2 d 2の形態、旧サロ45系の78022、78023は後日のサロ45型に通勤経過改造を、 試行した6両と同じ窓配置 2D21D121D21D1 の形態となり、いずれの車両も増設された扉上部には、ウィンドヘッダーが設置されていない。番号の新旧対象は、次の通りである。本形式は2等車廃止によって3等車代用となったが、貴賓車の予備として、 当面二等車のまま残存させる4万5千号以外の重量を1944年度中に全車を通勤型に改造して前日のサロハ66型からの改造車に続くサハ78型とすることが計画された。しかし、同年8月16日に横須賀線に二等車の連結が復活することとなり、 6両に大井高規部で通勤経過を施行している時点で計画が変更となり4万5千4、4万5千5、4万5千7、4万5千8、4万5千12の5両が二等車として残された。番号の新旧対象は次の通りで工事の中止により欠番がある。前期のサロ45軽損地への計画変更に伴い改造の対象を三等車とし、 まず区波47型全車に扉を増設して、42系の区波58型を通勤車化改造した区波85型に続く85,027から85,036に改造する計画となった。しかし、空襲の激化や資材、人手の不足により、終戦までに、 大井行規部で施行された85,030と85,036の2両が落成した段階で計画が中止されたため欠番が生じている。窓配置は DD13D4D31D1 で増設された扉上部にはウィンドヘッダーが設置されていない。区波85型は1949年4月22日付で申請される80軽電車に 85系を明け渡すため、区派79型に編入された。番号の新旧対象は次の通り。32系は通勤系改造を施行されたものを含めて11両が戦災により、また、戦中、戦後のうちにも派32系4両、左派48系4両が事故により廃車となった。その内訳は次の通りで、 発行書きは通勤系改造を施行した車両の旧車号である。横須賀線では終戦時にも二等車が運転されていたが、三十二系はサロ四十五系五両のみであったため、1 9 4五年十二月にサハ四十八系三両が大用二等車となった。1 9 4六年九月に大用も含めた二等車八両全車が連合国軍に接収され、 まず11月にサロ45系5両が、アライド包ーセ,スセクションとして、白帯車となり、特別室を撤去して車端部に簡易時期を設けて、赤十字輸送に充当され、大用2等のサハ48系3両も1ヶ月後に、サロ45型に順じて改装されたほか、11月には4万8008が、全室連合軍専用車として、追加で接収されている。 これらの車両は1947年2月に仕切りを撤去して、アライド包接カーとなり、さらに、同年末には、追加でサハ48系重量が AFC となった。その後1951年1月1日時点では、サロ45系2両とサハ48系8両が、連合軍専用車となっており、最終的には、 横須賀専用の連合軍専用車は32系18両に他系列車8両を含めて延べ26両となった。左派48系のボックスシートは日本人より体格の大きい連合国軍軍人にとっては狭すぎたためボックスシートを撤去して全長にわたってロングシートに変更し車内は薄い緑色と緑がか,かったクリーム色に塗装された。 1952年3月15日のサンフランシスコ講和条約の発行を前に連合軍専用車が廃止された。前述の1945年に代用を二等車となったサハ48系三両のほか、1949年7月30日に二等車の併結が再開された際にも二等車が不足し、記号はサハのまま創下に青色の等球体を 上高扉横に2の等級表記を入れた代用二等車が使用されている。32系ではサッハ48系14両型、系列車11両とともに代用二等車とされており、AFC として使用されていた際にロングシート化されていたサッハ48系のうち7両はロングシートのまま使用されている。1950年の80系の運転開始に伴い、 並行する横須賀宣伝車の格差是正のため、横須賀宣伝車に更新修繕と呼ばれる緊急整備が行われることとなり、1949年度から外部塗装の剥離と横須賀色への塗装、内装の木部洗浄とニスの塗り直し、座席の復旧整備といった戦前水準への復旧と、後半製プレスドアへの変更が実施された。なお、当時の 横須賀色は窓周りをクリーム色、幕板、腰板を青としてものであった。また、サロ45型は二等車のままであったこともあって、比較的状態が良かったことから、更新修繕愛は実施せず、塗色の変更のみを実施している。また、更新修繕の実施に先立ち、32028に試験塗装を行ったが、これは全面と、右側は窓周りと扉が、 クリーム色に巻くた、腰板を藤色、左側は窓周りと扉が大色で巻くた、腰板を薄緑、連結面は本来の武道色1号で、窓周りが左が黄色で、右が灰色のもので、お化け塗装と呼ばれた。東京鉄道局に配置されたの電車の低圧引き通用の電気連結器は七芯の毛50を3カ所装備していたが、 1946年度から1949年度にかけて大阪鉄道局配置の電車と同じ12シンの52を2箇所に改造しており、これにより1950年以降に大阪鉄道局から転入した42系及び1951年以降に申請された70系と混成の編成を蘇生することが可能となっている。1952年度より、 乗務員相互間の通話用として、従来のブザー用引き通し線を利用した、ロッシェルジオ電話装置が装備されることとなり、横須賀線の車両においては、同年度中に設置が完了している。クモハ52型と組んだ、サハ48系クロハ49系、1953年、国鉄の広告より、横須賀線への1950年の、京阪新築からの42系の転用と、 1951年からの70系の申請投入により、モハ32系、クハ47型、サハ48系のうち余剰となった車両を、静岡鉄道管理局管内の電化線時、買収線区である、美ノ線や飯田線に転用することとなった。その際、同局の方針により、制御電動車は下り向き、制御付随車は上り向きに統一し、 方向転換とサファ48型への運転台、取り付け改造を施行した。一方、貴クロ四49型は戦後になって使用回数が減少したことから伊東線で一般用に転用することとなり、所要の改造が行われた。その状況は次の通りである。本系列の飯田線への転用にあたり、不足する先頭車を補うために1951年度に、 サハ48計算量を方向を転換した上で、豊川分工場で運転室を設置した。新旧番号の対象は次の通りで、いずれも上り向きである。設置された運転室は、オリジナルの区四47型と同じ奥行き1 0 5 0ト、mm、ルのものであったが、乗務員扉の位置が7 0ト、mm、ル後方にずれている。このうち47,011は、 種ネの窓を生かし、貫通路の寸法をそのままに、前面中央部の窓を設けたために、全部の窓幅が600ミリメートル800ミリメートル600ミリメートルと変則的になったが、後日の更新修繕通手工の際に、通常の等幅の窓が並ぶ形態に改修された。なお、この車両は区派48000として1951年10月に落成し、 その番号のまま3ヶ月余り使用された。これらの車両は、1959年12月にサッ四48型からの改造車を47,051体に整理することとなったため、その後に改造された車両とともに4万、47,051、47,053、47,055に改版された。1950年8月24日に、 ミノブ仙台線より畑間の島尻トンネル内で、全焼した、三万3173を1952年に区七47型として、豊川分工場で復旧してサロ六66系、改造車の続番の47,023都市、前日の1959年12月の番号整理により、申請者に続く47,011に改版した。この車両は、 名義上は復旧であるが事実上は申請である。基本的なレイアウトは新請区波47型に準じており窓配置も同じ DD1161D1 であるが、大枠は72系の区波79系300番台以降や、70系のサロ46系サロ75型と同じ迂回134、車体は心臓の20メートル級の全溶接性の完全切り妻車体、 屋根高は 100mm 低い 3650mm となっている。座席は当時申請されていた80系に順じており、便所も設置されたが寸法が小さく、便器は対角線の向きに設置された。台車は豊川鉄道引き継ぎの左派1型から流用した釣り合い方式の PR11 であったが、1966年に、 飯田線に転入した、区波16,011と交換して、TR23 となった。更新修繕は施行しておらず、1959年3月に屋根状の通風機をガーランド型からクローブ型に交換したのみである。1951年に4扉下改造を実施していない区波47型の全8両を身延線へ転用した際に、 と川分工場で便所を取り付け、定員は115名となった。サハ48系改造車とは、便所の取り付け位置が反対側となり、対面するロングシートのクロスシート化も行われなかった点が異なる。戦後使用頻度の減少した貴品車黒49型を伊藤線で一般用として使用することになり、1953年4月に大宮工場で、 黒葉49型へ改造した。旧特別室から、給水範囲員室の前くらいの特別室に続く、上高扉脇のロングシート部までを2等室とし、仕切り壁の位置を変更して旧仕切り壁は扉を撤去して、残りの給水範囲室を含む部分を3等室として、定員は73名となった。3等室は、座席のヘッドレストを撤去したほか、 従来ドアエンジンが設置されていなかった全部扉にドアエンジンを設置している。この改造に際し2両とも下り向きであることから4万9 0 0 1を4万9000に改版した。公術の1953年6月の形式称号規定改正を先取りした形である。1953年6月1日に実施された車両形式称号規定改正により、 全長17メートル級の電車は、形式10から29の間に形式が定められた。ため、本系列ではモハ32型が、同じく片側に、扉クロスシートのモハ62型と合わせても、ハ14型となり、この時点までに廃車となった5両を除く40両を、モハ14型に改めた。この際には形式のみが改められて番号はモハ32掲示のままとされたため、 結盤が生じている。全長20メートル級の制御車、付随車については、他系列から本系列への形式統合はあったものの、本系列に属する車両の形式番号の変更はなかった。戦中戦後の国史により荒廃した設備を1949年から更新、修繕した本系列であったが、1951年に発生した桜木町事故の教訓を踏まえた二度目の、 更新修繕が1954年から施行された。更新修繕の内容は、施行年度によって少しずつ異なるが、共通の内容は次の通りである。モハ14型の更新修繕2は、1954年に、飯田専用、1955年、1956年には、身延専用、1957年、1958年には、再び、 飯田専用の車両に施行された。飯田専用の車両のうち、1954年施行のものは、正面の雨どいが、原型の直線のままとされて、運行表示等は設けられず、1957年、1958年施行のものは、前面の雨どいが、曲線に変更されて、助手席側幕板部に運行番号表示窓が設置されるとともに、 全面窓がすべてエッチゴム指示となった。身ノブ専用の更新車は同線に存在する、強商建築限界トンネル通過の際の、絶縁距離確保のため、屋根を車体全長にわたって300ミリメートル下げた、低屋根構造とされ、スマメンの印象が大きく変わった。この改造により、モハ14型は、飯田専用の普通屋根車と身ノブ専用の低屋根車の2種に、形態が分かれたが、 番号等による区分はこの時点では行われなかった。模ハ14型の更新修繕2の試行状況は次の通り。区四47型の更新修繕2は1957年度及び1958年度に豊川分工場で実施され、その際に前面の雨どいが曲線に変更された。サロ十五型は1953年12月から 翌年3月にかけて、大宮工場で更新修繕を施行して、屋根状の通風機をガーランド型からグローブ型に変更し、1956年11月から翌年3月にかけて後くらい側に便所と洗面所を設ける改造を実施して、両側の側窓1個が埋め込まれて窓配置は 2D222222D1、定員は64名となった。 また、座席の交換が実施され、クロスシートは両側に、肘掛けが設置された横幅 1000mm のものとなり、扉、横辺のロングシートは、長さ 1900mm から 1950mm に拡大されている。1953年度に左派 48K6 両に、運転室を設置してく派47型に改めた。この自主車となったのは、横須賀仙時に、 代用を二等車であったもので、車内の座席はすべてロングシートであった。全車が上り向きで、奇数番号となった。6両のうち47,057、47,059、47,065、47,067の4両の全面は窓いは改造の際に、曲線型に改められたが、47,061、47,063の2両は、 直線形のまま廃車まで損置され、異端車として注目を集めた。その後、1956年に3両、1959年に2両、1961年に2両が追加改造され、都合16両が区波47型に改造された。1956年、1959年改造の5両は、横須賀線の制御車造備用 1961年改造の2両は、高崎鉄道管理局向けで、新前橋電車区に配置され、80系の制御車として、高崎線で使用されたが、最終的に全車が、静岡鉄道管理局管内で使用された。1953年度の改造車は運転室の、奥行きが1951年度の改造車より、若干拡大されて1050ミ、mm、リメートルとなって、 運転室背面に窓が設置されたものとなり、定員は130名であった。1959年と1961年の改造車は全面窓が h ゴム支持とされており、そのうち47,072から47,074は運転席側2枚が h ゴム支持で、助手席側の1枚は開閉可能な2段窓であった。番号の進級対象は次の通り、 1953年改造車1956年,19年改造車1959年改造車1961年改造車伊藤線に転用され、半室三等室化の上で黒葉49型として使用されていた元黒49系2両は、同線では二等車が編成中間に連結されるようになったため、1956年の 更新修繕2の施行に際して運転室を撤去して中間付随者化とした。旧三等室を定員32名の二等室とし、旧二等室側は運転室と便所、洗面所を撤去して窓配置を 322D2222D2 に変更し、貫通扉を設置して定員64名の三等室とした。客用扉の位置はそのままとされたので、 特徴のあるスタイルは、ある程度そのままとなった。形式は、サロハ49型に改められ、運転台が撤去されて、向きが関係なくなったことから、49002は49001に改版された。サハ48系の48008は、連合軍専用車時の1951年6月26日に、栗浜駅構内で、河川事故により焼損し、 そのまま長期級車となっていたが、従来からの木製試験車、クヤ九千十系九千十」の老朽化に伴い、本車両を代替車とすることとなり、九百五十五年四月に、大井工場で鉄道技術研究所の電気車性能試験車、クヤ九千二十に改造された。車体は全長にわたり屋根高三千四百九十五ミリメートルの低屋根で、パンタグラフ二機が搭載され、 正面に貫通扉の設置された両運転台となり、側面の窓配置は D142181DD で、室内は全長の約1、2が測定室となったほか、倉庫、調査室、工作室、河川観測室、暗室、配線室などが配置されており、台車はコロジク受けの TR43 となっている。また、車体塗色は当初は、 能力色で、後に武道色に黄色の帯の入ったものとなったほか、本車両は形式番号も切り抜き文字で表示されており、これは国鉄休憩電車としては唯一である。後日の1959年の改版により、クヤ99型となり、その後パンタグラフ1機が撤去されて、分散式冷房装置3機が搭載されたが、1966年に、 後継のマヤ11型が落成したこともあり、1976年に廃車となった。1959年6月1日付で、新生の電車の形式称号を別体系に移行させる車両形式称号規定の改正が行われた。この改正では、運転台付きの制御電動車と、運転台を持たない中間電動車が分離され、制御電動車には新たに、記号、 雲が制定されるとともに、従来番号のみで表記されていた形式は、従来の記号と合わせて、形式とするよう変更された。また、従来造形の形式番号体系に組み込まれていた、事業用車も、正式車の形式番号体系に編入されている。これにより、Q32 系の内も葉14型は、雲葉14型に、事業用車の区や9020型は、 クヤ99型に変更された。更新修繕通によって、クモハ14型は、普通屋根車とミノブ専用の低屋根車に分かれたが、両車の番号による区分は行われなかったため、ミノブ線と東海道線ローカル列車の双方の車両を受け持つ富士電車区では、両車が混在し、運用に不便を感じていた。そこで、1959年12月22日付公社、 第1528号たちによって、低屋根車を800番内に区分し、普通屋根車も番号を整理する改番が実施された。同時に、雲葉ユニ44型、付随車改造区波47型の改番も実施されている。本系列に属する雲葉14型、区波47型の番号の新旧対象は次の通り。雲葉14型普通屋根車。 雲派14型低屋根尺波47型1960年7月1日より、東急が1等、2等、3等の3等級生から、92等と91等を統合した1等と、93等から変更した2等との2等級生に変更となり、本系列においても形式変更はなかったが、用途記号、炉が1等車、葉が2等車となった。付随者に改造された。 サロハ49型は引き続き伊東線で使用されていたが一等室の利用が増加したために1962年10月にサロ15型に置き換えられ、車内設備はそのままで二等車代用として使用された。翌1963年3月から4月に大宮工場で全室二等車に改造してサハ48型に編入されて40番台に区分され、 車体中央部の客用扉を車端部に移設して、窓配置は 2D122222D2、定員は124名、室内灯は蛍光灯となった。両社は1966年に岡山鉄道管理局へ転出し、51系朝サハ58、合田などと宇野線で使用された。番号の新旧対象は次の通り。横須賀線に残っていた。 クハ47型2両は、1963年から1964年にかけて激化した通勤輸送に対応するため、クモハ43型、クモハ53型、サハ48型とともに、車体中央部に客用扉を増設して3扉化され、同時期に飯田線で使用されていたクハ47002に対しても、同様の改造が施行されて窓配置はともに、 DD16D161D1、定員は、トイレ対抗部の座席配置の差により前者は116名、後車は116名、室内灯は、蛍光灯となった。本工時の施行者は、3、扉クロスシートの制御者である、区波68型に編入され、オリジナルの区波47型の改造車は200番台、左波48系の先頭車か改造車は210番台に、 区分された。番号の新旧対象は次の通り。その後113系の横須賀線への投入に伴い、70系とともに新潟地区に転用され、飯田線の68,200も同時期に新潟地区に転用されている。サロ45型は本系列では最も遅くまで横須賀線で使用されたが、老朽一等車の二等車への変更が決定されたことにより、 1964年8月及び1965年3月に五両前車を二等車のサハ45型に改称した。この際に車内設備の変更は行われず、一等車時のままであり、定員は102名となった。本形式は、格下げと同時に、静岡鉄道管理局のミノ部線と飯田線に転用されたが、飯田線からは間もなく転出し、 あとに一部は、大糸線に移り、いわゆる休憩国電の最末期の1981年まで、使用された。1968年4月の古典馬宣伝下に、伴い、浜松工場で同線で運用される、サハ78型に便所を設置したもので、本系列からの4扉化改造車では、2両に対し、施行されて定員が145名となり、 1968年11月14日付の通達で400番台に改版された。番号の新旧対象は次の通り。横須賀線は、蒸気機関車が列車を牽引していた時代の1925年4月1日改正の、ダイヤでは、東京横須賀間110分。電気機関車牽引時の1929年9月15日改正の、ダイヤでは85分。 電車化による1930年3月15日改正の時刻表では、東京横須賀間68分で上り42本、下り41本の列車が記載されていた。32系導入後の1931年10月1日改正の時刻表では、東京横須賀間68分で平日44本、休日36本の列車が運行されており、 平日の朝夕は15分間隔、その他は30分間隔。停車駅は東京、新橋、品川、横浜、ほどがや、戸塚、大船、北鎌倉、鎌倉、津市、田浦、横須賀であった。運行開始時の編成は、基本編成が4から5両編成、付属編成は2から3両編成で、1932年4月頃の編成は以下の通りであった。 なお、同年時点での電車列車の最大の編成量数は、中央線7両、山手線、京浜線8両、横須賀線7両であり、また、1935年時点の電車列車の表低速度は最も速い横須賀線で、時速 55.1km、ついで、東海道線、吹田赤石間、時速 52.0km、山陽線、神戸赤石間、 零キ 48.0km であった。その後1935年のもはゆに44型の導入とロハ四46型とハ四48型への便所の設置に合わせて、同年もしくは1937年により、基本編成が4両編成、付属編成が3両編成に統一され、以下の通りとなり、不足する。 サロ45系の補充として31系のサロ37型のうち37001、37002が横須賀線に転用された。その後輸送力増強のため一部基本編成が5両編成となった一家のような編成も運行されている。この間、1942年4月からずし、横須賀間での区間運転が実施されており、同区間で7から10分間隔で列車が、 運行されていた。1944年4月1日には、横須賀栗浜間が開業しており、同年10月11日改正の下り時刻表には51本の列車が掲載されており、区間列車を合わせると60本の運行となった。この時刻表では、東京栗浜間23本、東京横須賀間22本、横浜横須賀間3本、品川横須賀間、 大船横須賀間、大船栗浜間、各一本で、うち15本に二等車が連結されていた。商電の二等車は1938年10月31日に、関西宮殿と横須賀線を除いて廃止され、これに伴い51系の黒葉69系のうち6万9 0 0 1、6万9002が横須賀線に転用された。その後横須賀線の二等車も横須賀栗間が、 開業した1944年4月1日に一旦廃止されたが、横須賀に軍港を控える特殊性から海軍の要請により8月16日に二等車の連結が再開されている。なお、前述の通り、サロ波46系全車とサロ45系の一部の通勤者可解像が進んでいたため、二等車の連結は一部の列車に限定され、サロ45系のほか。 サロ37型2両、クハ六69系1両も使用された。戦後の1946年9月23日に、すべての2等車が連合軍専用車に、11月2日から連合軍専用の白帯車となった。当初は USRB セクションであったが、後にアライドフォーセス,スコーションもしくはアライドフォーセスカーとなり、その後1947年8月には、 空席があった場合に、日本人の乗車が許可され、1949年7月30日には二等車の併結が再開され、9月には全編成に併結されて、編成中に AFC と二等車が一両ずつ組まれたが、その後、1952年3月には、白帯車は廃止された。1947年6月1日時点では、 AFC を一両連結した以下のような七両編成で運行されていた。戦前は32系を基本に運行されていた横須賀線であるが、戦争末期には同線を所管する田町電車区から状態の良い車両を他線区に疎開させ、代わりに状態の悪い車両を横須賀線に転用することとなり、1945年6月から32系の常磐線、赤羽線、 横浜線への疎開が実施され、1947年9月までに田町電車区に戻っている。こういった流れの中、線中には40系など、戦後の混乱の中でさらに30系や50系などが転入し、1949年からは63系が、1950年からは関西で使用されていた42系と52系が転入して、 32系と共に運用された。その後、1951年3月に70系の最初の重量が導入されて、以降増備が進められたことに伴い、モハ32型は1951年3月以降、順次飯田線、身延線へ転用された一方でサロ45型とサハ48系の一部はこれらの形式と編成を組んで、引き続き横須賀線で運用された。 戦後1940年代から1950年代にかけての横須賀線の電車を所管する田町電車区の配置は以下の通りであった。この間、1947年6月には基本7両編成、付属2両編成の最長を9両編成に変更となり、1949年2月以降は基本7両編成。 付属3両編成の最長10両編成で運行されていた。1951年3月の70系、導入後は基本7両編成、付属4もしくは5両編成を並結した11から12両編成での運行となり、付属編成の図紙駅での連結解放作業は12月17日から実施された。その後、1959年2月1日に、 基本編成が六両編成に変更され、これを併結した十二両編成での運行が実施されているほか、横須賀栗浜間の二両編成での運行が開始されている。横須賀線では、最終的に区四十七型、サロ四十五系、サハ十八型が九百六十年代半ばに百十三系に置き換えられるまで運用されており、区四万七千七十二 47,073を3扉化改造した、区派68,210、68,211、及び佐派48,018、48,027が1964年まで、四45,004、45,005、45,007、45,008、4 5 0十2が1964から1965年まで、横須賀線に残っていた。 戦前の1935年前後頃には、春季、秋季の中央線の臨時列車で使用されており、大梅電気鉄道の温多駅へ乗り入れる列車にも使用されている。また、1942年10月の横浜線の電車化に伴い、モハ32系のうち3から5両が、東神奈川電車区に貸し出されている。戦中、戦後においては、 前述の配置転換により一部車両が横浜線、常磐線、赤羽線で運行されたほか、東、神奈川や品川でも波32に復旧機材を搭載して救援車代用として使用された。戦後の1948年11月からは横須賀線電車による東海道線、平塚までの運行が開始されたほか、1952年4月1日の 高崎線の電化と熊谷までの電車化に際しては、横須賀線の4両編成が貸し出されている。また、1949年5月15日から、電車運転が開始された伊東線では、区間列車用として、田町電車区伊東市区に42系のモハユニ44型2両と共に32系のモハ32系4両、区派47型3両が配置され、 その後も1953年7月1日時点では、黒葉49系2両が42系7両や、40系2両と共に配置されて運行されていた。黒49型で、葉山御用邸での帰還から3ヶ月ぶりに、宮城に戻る皇太子と、姉宮、頼宮厚市内、新王。 1936年3月30日黒49系の高室用機品車はモハ32との2両編成で営業列車の東京型に並結されて運用されており編成の先頭側となるモハ32系の連結機が銀色に塗装されていた。また本形式は基本的には古城用列車用であるがお飯列車用として使用されることもあり。 1941年3月25日には、東京横須賀間で運行された昭和天皇のお召し電車は、最初の電車によるお召し列車であり、4万9001、他の32系が使用されており、当日の編成は以下の通りで、その後もお召し列車として使用されている。また、本形式は、1947年6月7日には、阪和線の東岸和田東、 和歌山間で同年7月17日には四谷予正機で運行されるなど、関西方面を含む横須賀線以外でも運行されている。なお、6月7日における編成は以下の通りで、上段が先導車、中段が本務編成、下段が予備編成である。32系の内扉増設改造がなされなかった車両は岡山で使用された。 サハ48系の一部と大井都線で使用された、サハ45系の一部を除いて、静岡鉄道管理局管内に集約され、40系や51系、52系等と混用された。本格的な老朽置き換えは、1967年に、全長17メートル級で収容力の小さいクモハ14、型から、関西地区から転入したクモハ51型やクモハ、 60系統によって開始された。全長20メートル級の制御車や付随車は引き続き使用されたが、1983年までに新製納電車への置き換えにより廃車となった。置き換え時期は、宇野線が1976年、大糸線及び、みの線が1981年、飯田線が1978年及び1983年である。 富士急行も派7032、1982年32系は、比較的長期間国鉄で使用されたため、太平洋戦争終戦直後の戦災者、事故者の払い下げを除くと、富士急行へクモハ14があった2両が譲渡されたのみで、ある。1969年に譲渡されたクモハ 14? 型の2両は、窓枠のアルミ差し支などの更新を受けた上で、 7000系の模波7031、模波7032となり、同時に譲渡された、元区波16系の区波7061、7062と編成を組み、1971年に譲渡された、元区模波12系及び区波16系の模波7033、区波7063とともに、富士急行線で使用された。その後、5700系の導入に伴い、 1983年に廃社された書籍雑誌その他、ありがとうございます。